っぷりで。あ、これ。よくヒット。キリナゴです。はい。バラハタス。ほら来た。めっちゃ来る。やば。マジだ。やばいやばいやばい。サムライフィッシング一番隊長の剛です。前回か。行くよ。もうやってる。やってる。うん。どうも、サムライフィッシング一番隊長の剛です。パート2へようこそ。前回の大物ヒット直前からの動画になります。それではどうぞ。推進100でーす。じゃあ行きます。ジギングで行きます。潮の流れが速い。よっしゃ、来た。あー、抜けた。マジ。何が超触るんだけど。なんなの今の。最初のは多分なんか石っぽい感じで目かなと思ったけど、そっから離れてからが、ほらほらほら、来た。めっちゃ食う。やばっ。よっしゃ、やばいやばいやばい。絶対取ってやる。止めて。あ、ダメだよ、待って。空中線に行かないで。やばい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 。絶対行かないで。あ、やばい、これやばい。絶対行かない。やばい、これ止めないとやばい。よしよし、止めた止めた。いやー、また走る。絶対行かせない。やばいやばいやばい。待ってよ、ちょっと待って。やばいやばいやばい。よし、一回止めればこっちの勝ちでしょ。ああやばい、ラインが出るわ。よし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 、これはいける。ああ、いや、出る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 。今日止まったな。ファーストランは止めた。調子ごめん、ちょっとお願いし、カメラ録画中。おー、ナイスヒット。ナイスナイス。とりあえずファーストランは止めたよ。 95m ラインで根に反応があって、ベイトボール的なやつがそれに見事ついてたやつ。すげえ変な当たりだったんだよな。なんかモゾモゾって感じでしたかね。そうそう、食って外れて食って外れてみたいな。だいぶ軽くなったな。デザカーっぽいんじゃない。デザカーここは軽いよ。ほうき旗、ほうき旗、あるある旗ある。最初のランやばかったわ。あそこで諦めてた。絶対嫌いでしたね。嫌いでした。諦めかけたその時、感動的なあなたと出会う。余裕ねえな。高須くいだいぶ参ったしてる。もう完全に寝魚っすね、うん、ドボーって浮いてこればいいのに。最初だけだったね。やっぱほうき旗とか、もっと畑じゃないかな。畑かもね。でっかいやっちゃったらどうしよう。モンガラとかいないだろ、そんなでかいの。いや、いいファーストランだったな。やば、きつい。あー、久々のこのファイト、たまらんな。たまらん。たまらんよ。たまらん、これマジで。釣りはやめられん。高須くいバンきっちい。久々のこのファイトはきつい。ゴミがめっちゃ絡んでる。ゴミがすごい。あ、サンゴ的なやつに入ったんかもね。大きいサンゴだったら面白い。こんな走らんだろ。いや、まだ動くからサンゴじゃないでしょ。わからんすよ、動く3号館。あ、見えてきた見えてきた見えてきた。わー、でかい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 。え、カン…え、なに、カンパ、カンパチ。あ、カンパっぽい。カンパだ。カンパだ。カンパチー。ナイスー。マジきつかった。結構パンパンだね。あ、いいサイズ。ナイスサイズー。けーきっちー。久々のファイト。ちっちゃいちっちゃい。まだ確かに51キロ釣った男やから。ちっちゃいちっちゃい。これが51キロ釣った男です。つうことはちょろちょろしてたのはカンパだったんかもね。重いね。こいつっぽいわ。結構重いよ。持ったら分かるけど5キロは超えるんだよ。6くらい。うん、ナイス。ただせ。ちなみにルアーはゼスタ。ゼスタフラップ。ゼスタのこれ250。せやにせやに、ありがとう。ありがとう。釣れました。
マジ久々のカンパありがとうございます。多分6キロ7キロ6キロぐらいかな、7はないかな。はい、最後にガンやってください。取ったなー。オッケーバン、オッケー。あー、これか。あー、はいはいはい、あー、色変わった。オッケーオッケーオッケー、色変わったね。オッケーオッケー。血抜きして、神経締めいきます。これで、はい、本当は振って血を出した方がいいみたいですけど、ちっちゃいんでバケツが。おー、いってるいってるいってる。オッケーオッケーオッケー。出てる出てる出てる。これで美味しく食べれますね。これ切れ目入れて、切れたここに脊髄が、この骨の上に、はい、まあ、見にくいかもしれないけど、脊髄があるんで、そこの上に入れます。久々によるな、これ。入った。これだね。はい、入りました。あとは。おー、魚の筋肉がビクビク動いてる。これで脊髄を破壊して、で、締めが終わりかな。色もだいぶ変わった。ね。はい、こんな感じ。よし。そしたらクーラーボックスに直します。よし。はい、ありがとうございます。よいしょ、オッケー、オッケーです。ただ、はい、第2ラウンド行きましょう。頑張るぞ。お、来た、ナイス、ユージヒット。やっぱ駆け下がり、いいよ。居酒屋だな、居酒屋っぽい。ただ今俺回収先してから撮影入るわ。オッケー、ごめんごめん。どうだい、どうだい、どうだい。お、でかっ、 お、ハージン、ハージン、ナイス。マジ超高級魚じゃん。やったー、やったー。いける、お、でかっ。あげれた、あげた、あげた、ナイスー、ナイス。高級魚バツりたな。オッケー、やばいやばい、俺さっきのカンパチが疲れてるわ。あー、いいな、一番高いやつ見せてもらっていいですか。でかい、いね。シーフラーコントロール、シーフラーコントロールで、スパンキーの 390g です。スパンキー 390g、 ナイススパンキー、ナイスユージ。完全に読みが当たったね。いい魚ばっかり釣らしてもらってみたよ。ジギングに変更したのもナイスでした、ね、綺麗な魚、本当に来てみてもらっていいですか。すげー、でかいでかい、ナイスフィッシュ。オッケー、とりあえずオッケー。マジ疲れた、ちょっと水分補給しながら行こう。おっ、やっ抜けた、はい、おお、さすが。石がかかってるの、石ごと持ってきてる、重たい、石、石が、あ、じゃあ、やばいやばい、重たい。え、お前重たい言うて、お前そんな石はないやろ。バン。むっちゃでかい石かな、俺もうちょっと。ちっちゃすぎるだろ。あざーす。え、それ。オッケー、一回入り直します。オッケー、ユージがもう一回ヒット。結構でかい。ちょっとヒットシーンは取れんかったけど、結構ファーストランスが良かったね。ユージ。はい。ナイス。はい。ちょっと余裕がないわ。やっぱ駆け下がりのとこっすね、今の。今のガッツのあたりだったな。おお、塩でめっちゃ持っていかれる。あ、ちょっとバックしすぎ。しすぎ。あ、じゃないとマイナス。あ、1個外れた、1個外れたね。今カンテ外れた、ね、ちょっとこれはタモ用意してて、これないタモるわ、タモさんするわ。じゃあマイナス入っちゃうかも。いいよ、バン、ナイスファイ、ナイスファイ、トンバラを背に、ナイスファイ、トンバラを前にだ。お、見えてきた、カンパだ。ナイスカンパ、カンパじゃないわ。いや、なんか来てる、ね、下から。よっしゃ、粘り、おお、でっかー、やばい、しおしさん、今日ありがとうね。やばい、やばすぎだよ、やばー、マジでこれいいサイズ。今日の動画使えるんじゃない。これやばい、使えるでしょ。マジでけえ、5キロあるわ。大きい旗か、ナイスファイト。結構なファーストランだったよね、うん。やっぱこの駆け下がりやばいな、うん、住んでるね、住んでるね。やっぱ今日みたいやりやすい日だから、うん、取れるんだろうね。小潮で、潮止まりだったらこっちがいいと思う。針も1本1本外れた。あ、じゃあ2本か。あ、ちゃんとついてるね、外れそうだね。でもこれやばかったね、取ってるけどな、うん、やばい。アズさん、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、最初は
んなやばかったですね、ファーストラン。あ、そっかそっか。はい、ガンってきた。ガンできた。ガンってきた。ジグがね、C フロア、スパンキー、さっきと一緒。やべえ。お疲れ様です。今日は負けていいよ。今日は負けていいよ。いや、完全に自分が負けでしょ。何も釣ってないですよ。ていうか、これは、ある意味、まあ、ユージもすごいけど、強しのポイントでもあるね。正直。あざーす。強し船長の読み通り、ナイスファイトだったね。ナイスファイト。えっ、じゃあ止めますね。はい。はい。OK。ユージもう一回ヒット。調子いいね。いいね。三島さん。はい。絶好調っすね。絶好調だね。寝魚みたいな感じ。寝魚だね。確実。三島さん。はい。サムライフィッシング何倍体何番体長でしたっけ。バン。うわ、マジでやばいな。白縁。そっちか。ナイスフィッシュ。白縁だ。何、高級魚祭り。うん、やばくない。もう一回魚見しまっていいですか。ちっちゃいですか、今回は。いや、それでもよ。イエーイ。これも高級魚。白縁。ナイスファイト。ありがとうございます。やばいね。やばいね。潮が緩くなって逆にいいのかもしれない。うん、今ね。うん。よっ、総大将。さすが侍。いい魚。美味しそう。これぐらいのサイズが一番食べやすいよね。逆に。オッケー、じゃあまた引き続き行きたいと思います。じゃあなんか一言最後に。頑張るぞ。頑張るぞ。オーケー。ファイター。いいファイター、ファイター。こっちでも撮ってるんで。切られるなよ、切られるなよ。これはいいサイズかな。いいサイズ。せーの、よし。オッケー、ナイス。でかー。30キロぐらいある。